さんこんにちは、白子チャンネルチュンリーです。今日はですね、みそちゃんが隣にいないんですけども、なんとみそちゃんが、今日がね1月11日撮影なんですけども、昨日お誕生日、かつ、まあ、公式チャンネルね、みそちゃんが入ってから、まあ、1周年過ぎたということで、サプライズでお祝いを用意したので、ちょっとみそちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。ではこれからみそちゃんが来るので行きます。封して。せーの。ありがとうございます。味噌汁誕生日兼、まあ、公式1周年おめでとうございます。会でございます。これサプライズ？動画を撮ってるってことですか？いや、撮ってますね。サクさんの一番の、まあ、懸念点が、味噌汁がちゃんと化粧してきてるから。でしたが、まあまあまあ、そんな感じでね、ちょっとまあ積もる話はね、お席の方で。あ、すごい、ありがとうございます。ケミキンさん、ありがとうございます。すごい、ツイナさん今来たんじゃないの？騙された。ありがとうございます。びっくりした。はい、というわけでみそちゃん、はい、まあ自己紹介しなよ。そうですね、GGG チャンネルのみそ汁でーす。イエーイ。今日もファイナルファンタジーブレブレックス安子公式チャンネルやっていきたいと思いますが、その前にちょっと映像で皆さんご覧いただいたかと思うんですけども、ドッキリ大成功、やられましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。1年間お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。あれ、今年の抱負的なサムシングは、今年の抱負ですか？いきなり振ってみる。お、はい、そうですね、ちょっと今年は、はい、FFME のね、ゲーム的なことに関しまして、はい、全キャラの育てるっていうのが、ね、わかる。あと12ぐらいなんですけど、またね、今日から新キャラとか追加されたので、うんうん、まあ、どんどんね、新キャラをね、漏れずに育てていこうと思う。以上。意外とね、使えるキャラもね、いますからね、やっぱりね、うん、あと覚醒したりもいるんでね、うん、はい、という感じで、ちょっとじゃあみそちゃんにはね、今年も1年よろしくお願いしますということで、お付き合いくださいということですか。はい、まあ、ここからはちょっと通常運行でやっていきたいと思います。はい、で、今日なんですけれども、EX ポイントっていう新しいシステムが開始されたので、ちょっとそちらの、まあ、ご紹介と、あとは新キャラが今日から追加になっておりますので、ちょっとそちらの紹介をしていきたいと思います。では、ちょっとみそちゃんが開発端末でちょっと見ていきたいと思います。では、見てー、みそ汁。はい、それではまず EX ポイント、こちらについてちょっとお知らせを見ていきたいと思います。うん、じゃあみそちゃんお願いします。ラピス購入で様々な特典がもらえる新システム登場ということで、はい、なんとラピスを購入すると EX ポイントというね、ポイントがたまり、ポイントに応じて様々な特典がもらえ、はい、手に入れた EX 召喚チケットで X ビアス召喚をしようということで、すごいね、エクストラみたいなのとさX ビアスをかけた、かけてんだ、ね、EX 召喚チケットなんだろうね、うまいね、うまい、うまい。はい、というわけでこちらがですね、うん、EX ポイントのもらえる商品、もらえる商品一覧。なるほど、こんな感じで、この EX 召喚チケットと、うん、星4確定 EX 召喚チケットと、うん、っていうのがあるんですね。あと星5以上確定 EX 召喚チケット。これすごい、星5以上確定ってさ、星5じゃんね、星5じゃん。なるほど、じゃあこの200ポイントがどんぐらいなのかなっていうところですよね。はい、200ポイントはですね、はい、8800円の課金をすると、はい、EX ポイントが100ポイントなんで、はい、まあ、これの2倍ですね。そうですね、でも星5確定だからすごいね。 EX 星5確定チケット引きたい、引きたいね、うん、マジ引きたい、引きたいですね、これはね、はい、はい、まあ、他にもね、いろいろ新小石とかももらえたりするので、はい、まあ、今までよりやっぱりその普通にラピスを購入するだけじゃなくて、ちょっとお得になったよっていうシステムが今回追加されてます。うん、はい、
なのでね、ヨークラピスを購入してる方は結構ねお得になったんじゃないかなと思います。はい、あとこのロレーヌさん、あ、新キャラですね。はい、新キャラですね。あの EX ポイント限定キャラがなんと追加になっておりまして、うん、こちらのキャラクターも後でどんなキャラかなっていうところをちょっと見ていきたいと思います。ダダン、魔法はちょっと使えない子なんですけど、特殊装備もできませんね。そうなんですよ、うん、特殊でですね、まず心得、うん、バースストーン、バースストーン、はい、の上昇量がアップするということで、うんうんうん、ちょっとこのね、敵全体に一部防御虫ダメージ&雷風属性耐性をダウン&3ターン特定のアビリティが使用可能というリミットバーストが使えるようになります。先流行りの、はい、やつですね、うん、やつですね。これを使うと何ターン使えるですね、ですね。あ、はい、アーマズイレーサーもアーマイレーサーも使えちゃう。そうなんですよ。なるほど。でかつフルブレイク回もフルブレイク回も使えちゃう。はい、剣と極意も持ってる。そうなんですよ。でこのから空すぎぬいみたいな、なんでしょうね、まあまあまあ、はい、まあ、この右下のね、はい、あのスキルな特殊アビリティなんですけど、はい、物理攻撃を受けると一定の確率で反撃、うん、プラス、うん、攻撃、防御、魔力、精神をダウンということで、デバッファーですね。デバッファーですね、はい、で攻撃の、ね、スキルはですね、うん、ブレイドプリズンといって一体にダメージ、これは多段攻撃ですね、うんうんうん、はい、のみぐらいの感じなんですけど、うんうん、もちろんミラルチとかありますけど、うん、このね、この先進の型、うんうんうん、っていうのを使うと攻撃アビリティが増えるので、ちょっと一回戦ってね、とか見てみたいと思います。はい、はい、では行きます。戦闘開始しますか。かわいそうですね、このキノコもねずっと殴られてね。そうですよ、全世界の人から殴られてるから。そうですよ、本当に。はい、はい、まず通常攻撃。なるほど、行きましょう。この子ね、二刀流をね持ってるんですね。ナチュラルに持ってるんですよ。で二刀流すると、攻撃と防御精神がある。 30% めっちゃいいですね。すごいですよ、うん、攻撃力がめちゃくちゃ上がりますね、うん、で片手の剣の極意もついてるからもう結構上がるんじゃないですかね、うん、はい、ではちょっと今装備は何もしてない状態なんですけど、うん、通常攻撃、こんな感じ、あ、結構早いですね。トゥトゥイ、はい、トゥトゥイぐらいいきましたね。そして、はい、じゃあこれ見ていきますか、うん、見ていきましょう。先進の型、なんか微妙に HP が回復してるのかな。170って言って、オートリジェネみたいなのついてるんですかね。ついてたかもしれないか、装備してないもんね。あ、オートリジェネついてる、ね、オートリフレッシュもついてる。あ、なるほど、すごいすごい、いい子だ。リフレッシュ大事ですよね。まず大事、チェリーも積もればですからね、うん、はいはい。そして、疾風の剣、陣雷の剣、疾風陣雷、うん、というね、3つの技が増えましてですね、ほうほうほう、これもう気づいた方はいると思うんですけど、リミットバーストがね、うん、風属性と雷属性の耐性をダウンさせるので、まあ、そんな感じでね、うんうん、今度風と雷に強い子だとは思います。なるほど。で、ちょっと見ていきます。疾風の剣、こんな感じです。いて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 、めちゃ多段ですね。多段の風属性、いいよね、うん、うん、結構使えるよね、はい。そして陣雷の剣はですね、はい、一撃必殺。なんかあれだね、ライトニングさんのさ、はい、感じと似てるよね。あ、確かに、うんうん、似てるね。ちょっとタイミングも結構合わせらしそうな感じしますね、うん、はい。そしてこちらが疾風陣雷。おー、これも多段ですね。多段ですね、うん。じゃあ続いてはこの特定のアビリティじゃなくて元々持ってるアビリティ使っていきたいと思います。はい、ブレードプリズン、ほい。いやー、ブレードプリズン、剣の檻だからこうなってる。あ、そういうことか。かっこいいなるほどね、かっこいい、かっこいい。おじゃあ続いては、ブレイブエクスビアスのオリジナルキャラでも追加されたキャラがいるので、ちょっとそちらも見ていきたいと思います。はい、じゃあ続いてはレア召喚で追加されました、はい、FFB 新キャラ5体登場ということで、5体って珍しくない？珍しいね。だいたい3か1体の、まあ、星4が、まあ、1体とか2体の2体、うん、まあ、星5からが1体ね、だから結構新しいよ。
新しいよね。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います、はい。まあ、あのストーリーを進めてる方はちょっと見たことあるなっていう子もいると思うんですけど、はい、まあ、今回あやかとゴーケンさんがね、まあ、特にストーリーでちょっと絡んでくるのが多いんですけどね、はい、追加になっております。このあやかちゃんがめっちゃ強いらしいんで、強いらしいんでね、うん、見てくるのが楽しみですね。じゃあまず星さんから、配信のリュリちゃんですね、はい、リュリちゃんです。トラマスはですね、うん、攻撃魔力を 20% アップのレシピの子と一緒かな。そうだね、うんうん、なんとかの力、全身なる力みたいな、そういう、ね、はい、20% アップですね、うん、はい、まあ、悪くはない、悪くはないですね、はい、悪くないとか言っちゃって結構いいですね、結構いいですね、はい、はい、あとは特殊アビリティが、ロットを装備できますね。なんで、ね、忍者系ですね。忍者系か、はい、そしてまあ、煙玉、幻惑、風神、ドトン、そうなんですよ、風もできる、ね、おお、はい、あとこの変わり身、HP が一定以上の時、確率で戦闘不能を耐える。やばい。とか。すげえ頑張ってる感じってアイコン。頑張ってるよね。みたいな。耐えるみたいになってる。確かに、はい。はい。そして、戦闘中のみ回復アイテムの回復量をアップ。そこ。などなど。回復アイテムってエーテルとかもあるのかな？じゃない？自分が使うで相手に使うのも上がるのかな？はて。いや、多分戦闘中に使えばアップするんじゃない、この子に使えばアップするんじゃないかな。なるほどね、まあ、そうですよね、うん、はい、分かんないですけどね、うん、はい、虫系の場合ダメージアップだって、ね、殺虫絶命術やばいね。この子めっちゃ虫嫌いなんだろうね虫絶対殺すもんみたいな感じだったんですけど、ね、虫やー、虫嫌いみたいな、虫かましゃみたいな感じする、すごっ、はい、あ、でも植物もこれ嫌いだよ。あ、そうなんだ。敵全体のダメージ、植物系のダメージアップ、なんかあれだね、アンテノラとか行きたいね。確かに、うん、この子でね、うん、狙われにくいから物理がね、うん、結構多いからね、うんうんうん、アンテノラの攻撃は。そうですね、チュ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 ってきますよね。いやー、新しい、 いいですね、うん、はい、そして投げるもね、はい、使えるのですね、はい、はい、そんな感じのゆりちゃんでございます。はい、リミットモンストは敵全体にダメージということで、うん、はい、天差滅臭派、うん、滅臭派かな、滅臭派、うん、かっこいい、いやー、かっこいいですね、うん、はい、続いてカムイさん。カムイさんのトラマスめちゃ優秀。そうなんですよ、はい、ドドン、攻撃120の火属性の刀、はい、刀ですよ、攻撃120の刀、刀なかった、最強、最強だよ、現行最強。そう、源氏の刀をね、まだね使ってる方が結構超えちゃいましたよ、いるんですけど、107ですよね。そうなんですよ、属性、まあ、属性がまあ、なんだ、有利にならない時もありますけど、うん、まあ、属性ついてるのはチェーンも使えますし、うん、めちゃいいですよ、めちゃいいですね、属性の武器は結構いいんで、はい、あ、いいっていうかいっぱいあるから、そうだね、チェーンつなぎやすいし、うん、めちゃいい、めちゃいいですね、めちゃいいですよ、はい、切れ味は非常に鋭く、作りでするだけで骨まで取ってしまうと言われている。強そう。ホエマル。ホエマル。いや、これはね、かなり取る価値あると思いますけど。そうですね。あの刀の極意とね、うん、相性がものすごくいいですからね。はい、このデス的なね、はい、リミットバーストは敵一体に非属性ダメージプラス確率で促進。ああ、なるほど。デスですね。デスですね。デスですデスです。はい、はい、そして特殊アビリティはこちらでございます。あ、セームとか使えるのいいね。そうなんですよ、デスペル使えるし、うん、はいはい、あと2ターン後に敵全体にダメージとか、次のターン敵全体にダメージとか結構変わってますね。本当だ、炎温山、炎獄山、火属性耐性ダウン、うん、次のターン敵全体にダメージ、へー、結構ワンターン置くけど、うん、敵全体にダメージ、居合抜きとかね、ちょっとテクニカルっていうか、うん、変わった子だね、うんうん、でこのね、即死攻撃、この居合抜きとかのね、はい、即死攻撃はやっぱりあのボスとかには通じないんですけど、あ、確かに普通のクエストで、うんうん、あの出会う子たちには結構通じるの で、うんうん、MP12 なので、うん、始めたばかりの方とか、うん、ノーマルクエストを、ね、回したい方とかはこの居合抜きをね、セットしてリピートすると、うんうんうん、すごくいいのではないかなと思います。このさ、不増神明、うんうん、めっちゃ99だって、すごいね、うん、すごい消費するんだろうね。すごい倍率高いのかな。か、あの子思い出しましたもん、あの機械の子。自分自爆して。あ、グレイブ？グレイス。グレイス、グレイス。グレイスさんもこんぐらいじゃなかったっけ？そう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 。グレイスさんのちょっと、あの、戦闘不良にはならないけど、かなりダメージ与えるみたいな雰囲気ですね。なんかこう倍率が高そう。高そう、高そう。めっちゃ攻撃力強そう。はい。シルビアさんのまずトラストマスターはですね、こちら。これもいい。攻撃100。体験8、体験10、魔力84の剣でございます。文武両道。うん。エクステスさん。
そうだね、文武両道は県かな、確か県ですよね、うん、文武両道は X デスさんも地帯県ですよね。あとあれですよ、ティナも、うん、あの県持ってるんですよ。おお、トランスティナ両方、はあ、すごい、うちのトランスティナタンに持たせるでござるみたいなやつですよ。はい、やつですよっつって、トランスティナとかね、夫の極意と文武両道持たせて、うん、ムキーみたいな、ムキーってなりますね。はい、はい、いい。そしてリミットバースはですね、じゃあ満を持してやってた、まあ、魔法剣士って感じですね、この人もね、きっと敵全体にダメージプラス味方全体の火氷光属性耐性大丈夫だ大丈夫だ火氷風雷じゃない、まあ、だから主要なそうね、あ、風か、火氷風光属性、火氷風光正しくは読んでください、いや難しいね、はい、雷と風と土は上がるダメなんだ、あと闇は闇もダメなんだね、4属性は上がる、うん、耐性が上がるのでかなりねレジスト出れば食らわなくなるので ね、 そうですね、強いのかなと思います、はい、そして特殊アビリティ見ていきましょう、はい、まあ、なんとか剣が強いですね、うん、さっきも言ってたその物理と魔法が、うんうん、こう魔法の数値によってダメージの値が決まる物魔攻撃って呼ばれてるね、うんうんうん、その攻撃が結構多い子ですね。しかも45の攻撃だから結構強いですね、強いと思う。このなんとかジムっていうのが、うん、まあ、全体ね属性耐性をアップしつつ、うん、その属性の攻撃ができるということで、へー強いですね。逆属性がアップするのかな、確かに、まあ、いいですけどあとは耐性のね、上げたりとか、ストップシールド、うん、バンさんが使える、バンさんが使える、ストップじゃの違うバージョン、シールドバージョン、はい、ストップシールドがね使えます。ラクシュミさんのあの耐性、はい、混乱耐性とかも意外と結構耐性、うん、耐性するんで、はい、多分このストップシールドも結構耐性するんじゃないかなと思いますけど、思いますね。至宝の魔法剣士、剣装備士、魔力攻撃アップ、いやすごいよね、シラミヤさんのための装備みたいな感じもありますね、やっぱね、はい、うん、多分ね攻撃もねきっと物魔がね多いし、ね、物理攻撃受けるとさ味方全体の NP を回復だよ、すごいよね、すごくない。そして、はい、メインストーリーにも出ていたゴーケンさん、あ、まあこれはね文句ですよ、文句だし、もうパンチしかできない、パンチしか装備しないもん、確かにパンチしか装備しないマンですよね、はい、トラストマスターはですね、うん、男性専用装備、やば、修練の衣、やば、 MP20 パスだった、攻撃と、でも攻撃20、まあまあですね、そうなんですよ、うん、で洋服でね結構ね装備できるみたいなんじゃないかと思います、はい、攻撃が20上がるのは強いですね、そうですね、服で、てかも MP も結構最近、うん、まあ多いければ多いに越したことないみたいな感じですかね、うん、はい、はい、あとはこちらカウンターや蹴りなどね、そのなんだろう、文句が覚えそうな技がいっぱいありますね、ゴー、ね、の剣、ゴーの剣、銃の銃の脚、すごいね、ゴー、うん、丹田、すごい、うん、ハイチャクラ、お、勝負の装い、必勝の気構え、すごいよ、なんか俺が勝つ、俺がやるみたいな、いや本当そうですね、このアビリティが素手の時攻撃力アップだってマッシュBE 版マッシュみたいな、ね、ところありますね、はい、はい、リミットバーストは、敵1体にダメージプラス、うん、攻撃、防御、魔法、精神をダウンプラス1ターン特定のアビリティが使用可能、なるほど、ということになります。なんかさっきバーストストーン上昇量アップっていうのもあったんで、ね、なんかこう繰り返しこう、うん、これ使って、ね、なんかリミットバースト打って、すげえ塗ってみたいな感じで、うん、いけそうですね、そうそうそう、コンボがなんかありそうですね、うん、はい、あやかちゃんメインストーリーにもね、かわいいし、かわいいよ、そう、なんせ純白の祝福、え、え、なんめっちゃかわいい、通常攻撃、あー、なにこれ、かわいい、かわいくない、うん、攻撃しないんだよ、この子はゆっくりしようみたいなでもね、この子がね、攻撃苦手そうなね、理由はね、まあ見ていただければわかりますよ、メインところですよ、はい、まずリミットバーストはですね、はい、あ、トラストマスター、はい、まずトラストマスターですね、の、はい、戦闘時マイナー HP、LP を回復プラス LP ゲージが増加ということで、かなりね、かなりですね、かなりやばそうです、かなりやばそうですね、これは、はい、はい、はい、リミットバースターですね、はい、味方全体の HP を回復、戦闘不能回復、毒、暗闇、睡眠、沈黙、麻痺、混乱、病気、赤化、魅了、ストップ、やばい、回復プラス攻撃、防御、魔法、精神、ダウン効果を解除、おい、デスペル、全体デスペル、そう、やば、味方へのね、全体デスペが的なやつとか、変化ごめんしか今までなかったやつが
使えちゃう。そうなんですよ。プラス微量とストップもやばい、やばいですよ。まあすごい、まあすごい、初めての子ですね。初めてです、ね、そして、はい、まず特殊からね、うん、魔法から見ていきますか。はい、はい、これはねケアルガまではね、うん、今まで通りだった。そうですね。ケアルザ、ケアルジャプラスリレイズ、味方一体の戦闘不能を1回だけ紹介。やばい。そしてエスナガ、エスナガデスペガ、やばい、やばい。もうこれだけでもかなりやばいのに、これだけでやばいですね。まだまだあります。特集、なんとドコネット味噌汁さんですか。なんとまだあります。はい、ダブル白魔法という、ね、新しいすごいアビリティがついております。すごい。先ほどすごいと言っていたリレイズもケアルジャもエスナガもですね。これケアルジャ相当回復すると思うね。うん、相当いくよね。相当いくと思いますね。はい、最近はねやっぱりね星6の子で HP を積んで6000オーバーの子はねどんどん増えてきてるんですけど、そうですね、なんかケアルが2回じゃ全開しきれないパターンがまあまあ増えてますからね、うん、はい、ケアルジャを使えばすごいすごいことになる。いや絶対なると思いますね。はい、そして、はい、特殊アビリティはこちらです。ストップでタッチ、ストップでタッチ、味方全体のストップを回復がついに来ました。かつこの子アリーナね、もうこれから怯えなくて済むわけですね、リコシェに。でもなんかさ、ストップじゃと一緒で、うん、なんか先手取られたらどうせ負けるんだろうって思うじゃないですか。思われますよ。なんとなんとストップを無効スキルがついております。すごい。アリーナに1体彩香ちゃん、確かにアメリアちゃんが3体ぐらいいただけてちょっとヒヤッとするじゃないですか。す、ね、先行取られると、ね、そのままなんか何もできずに終わることもめちゃくちゃあるじゃないですか。だ、ね、はい、か本当にすごい、いやすごい、ストップ無効は本当にすごいですね。やばいですね、うん、かつ、うん、リサーチですね、味方全体の戦闘不能全回復 やばい。あとね杖装備時精神アップもついてて、やばい、回復回復ですし、はい、ピューリファイ、ピューリファイ、ピューリファイ味方全体の HP、 毒、暗闇、睡眠、沈黙、麻痺、混乱、病気、石化を回復。いや病気、石化、回復かつこの HP を回復できるってスキルは初めてですよ。なかなかないですね。はい、はい、そしてこのディディケーション、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 自分以外の味方全体の HP、MP を回復。やばい。そしてハイリジェネ、これやっぱ、ね、味方全体の、ね、HP 上手に回復はリジェネのハイですよ。すごいよね。多分ちょっと結構すごい回復するんですよ、うん、しかもなんか徐々に回復ってなんかじわじわやっぱり HP のね徐々に回復もじわじわこう注目を浴びてきてるわけですよ。そうですね、やっぱあの一人一人やることが多くなってきて対策がね多くなってきた時にこれを打っておくとね回復しなくて済むっていうターンがあったりしますから、はあ、しかもこの瞑想でも57で魔力精神アップだから結構多分アップすると思うんですよ、この、まあ、MVP 賞フィールだと。すごいくないですか。すごい、やばくないですか。すごすぎる、すごすぎます、すごすぎますね、はい、勇気づけるもあってね、うん、はい、そしてオートリフレッシュが、オートリフレッシュついておりまして、やばい、なんとなんとなんと、はい、こんな感じの子なんですけど、しかも狙われないし、ね、狙われないんですよ。しかもあれだし、自分はストップ無効だし。そうなんだよ。で沈黙麻痺、石化も無効だよ。そう、混乱も無効、もう、まあ、怖いの魅了ぐらいですよ、うん、やばやばいよ、これやばいですね。やっぱね、あの、うん、こう白魔法使いっていうのかな、うんうん、白魔法とかね、あのヒーラーとかってやっぱりティリスと ね、グレフのコラボの時に来たティリスと比べられることが多いと思うんですけど、そうですね、まあ、ティリスにね唯一この子よりもできるのはあの耐性を上げるとか ね、あの辺ができると思うんですけど、うん、でもいろんなキャラクターがね耐性上げれるようになってるので、うん、この子はかなり、いやもう BE 界最強白魔法師、BE 界最強白魔法、さくらちゃんの弟子だったっていう、あ、これネタバレだ。まあ本編を、ね、やっていただけると分かる。いやすごいですね、これは最強白魔法ですよ。出ました。一個も攻撃がないからね。いやもう絶対攻撃しないマンですね。バニッシュとかもついてないんだ。バニッシュもついてないんですよ。なるほど、イサギもうゼロゼロゼロ、やば、ゼロゼロゼロ、やば、すごっ。そりゃ通常攻撃転んじゃうよ。いやすごい、通常本当にすごいですね。はい、はい、そんな感じのあやかちゃんでございます。ちょっと使ってみてみましょうか、はい、ではまずどれから見ていこう。ゴーケンさんかな。そうだね、このゴーケンさんがアビリティ使えるようになるやつみたいですね、うん、はい、うん、ちょっと次のね、よっこいしょー。おー、結構強いの。強いね。素手のから上がってんだ、攻撃力。そういうことか、うん、なるほどね。素手で強いマンだ。強いマンですね、うん、はい、これも見てみよう。見てみよう。ドンドン、どれぐらいいくんだ。あ、ほぼほぼない、ほぼほぼない。あ、でも結構頑張った、結構頑張った。頑張ったね。通常攻撃が見てみたいですね。通常攻撃見てみますか、次。うん、
今ね皆さん数字をね見ていただいて、ね、しっかりどれみたい、うーん、風属性ダメージとかいいよ、ちょっと多段するかが見たいですね、いきます、はい、はい、おいい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 ですね、これね何の装備もしてないんでね、うんうん、はい、シルビアさん、シルビアさんも見てみたいですね、炎とかヒートジム、コールドジム、ね、ジム系みたいですね、いきます、ジム系、はい、はい、おー、あーちょっとテンポが遅い、5回ぐらいですね、うん、うんうんうん、はい、そしてはい、まあケアルジャーかな、ケアルジャーがどんぐらいかですね、初めてのスキルですか、いや本当に、いきます、よっこいしょ、はい、見た今の、見ましたよ、合計1万ぐらい回復してたんだけど8000、9000ぐらい、いやなんかもう一発でいいんじゃないか、一発でケアルが超えたってる的なやつえ、ちょっともう一回やってみよう、どんどんさ増えるわけじゃん、そうやな、ジャケはね、やばやばやばいですね、これはいくよ、驚きのキアルで、はいはい、6000ぐらいいっちゃうの、5、6って、あでもそんなに上がんない、そんなに上がんないんだね、あれだ、あ徐々にはないんだ、徐々にが上がるんじゃない、なるほどね、徐々に上がんないけど、あのキアルが完全な超上位互換っていうイメージですね、なるほど、ね、なるほど、サンダジャのあれかと思ったら違った、違いましたね、失礼いたしました、いやそうしょうがないです、うん、そしてどれだ、貴族性ダメージ、あこれだ、うん、発熱、発熱しよう、これでも彩香さんがさやっといたり、そうだね、よかったね、最初に後だったね、はい、はい、おお、ファイヤーしましたね、ファイヤーしましたね、 MP0 ですからね、うん、でもあんまりその削れてないですね、うん、さっきの99よりはね危なくないです、ね、危なくない、はい、あれ危なかった、危なかった、びっくりしちゃった、ちょっとびっくりしちゃった、うん、倒れちゃうんじゃないかと思っちゃったはい、そして何見てみますか、どうしよう、コールドジム、コールドジムいきますか、はい、ジム系、ジム系ちょっとどんぐらい、まあ同じぐらいかな、おお同じ感じですね、5、6、6発ぐらいですね、はい、うんうん、でもやっぱ重ねられるんでね、じゃあコウケさんこれ出たよ、老後の拳かな、剣、老後の剣かと、はい、高銃の脚なんだろうね、次のなんか上位互換っぽいですね、剣、ね、の剣と銃の脚の、うんうん、はい、いきますよ、いってみましょう、あ、さらにさ特定アビリティしようかな、よほら、あすごい上があるんだね、上がありますね、じゃあいきますよ、うんうん、あのプリッシュちゃんみたいなイメージですかね、うん、こうコンボが、ね、みたいな、おー、すごい、強いじゃん、これ何も装備してないからね、うん、強いよ、強い、うん、そして虫絶対殺すな虫絶対殺すな、いけ、あなんかちょっと虫っぽい感じ、確かに、え、はい、結構強いな、ちょ、強いね、ゴーケンさんのネクストはネクスト見に行く、ああ、おトラと竜になった、すごい、なんかどんどん上位互換になっていくのね、うん、あで敵全体と全体か単体だ、ね、これ単体の方が強いよ絶対、単体だったら、うん、おい、強い強い、ゴーケンさん結構強いですね、すごいね、うん、いやすごい攻撃でしたね、すごい攻撃でしたね、そしてこれなんかちょっと次のターンに全体ダメージしたね、うん、打っとこう打っとこう、うん、好きな、今何ターン目かなこれでも、そっかなくなっちゃう気がする、次ね、ドトン、ドトンはドトン系、ドトン見に行きますか、あ、ドトンの下は敵全体に、そっちの方がいいな、そうそうだ、いいじゃん、おお、結構エフェクトめっちゃあれですね、うん、うん、そしてもういいかな、ジムはいいか、ストップシールド、ストップシールド、うん、絶対してこないけどストップシールド、ストップシールド、いやなんかすごいモーションが可愛いね、この球がすごい回ってる、この球が飛んでるの可愛いんですよ ね、そうそうそう、入りじゃね、ハイリジェネ見ますか、はい、どんぐらいハイリジェネするのか、ね、うん、どんぐらいハイなんだよ、多分1000ぐらい行くんじゃないかな、この大丈夫、次ほら1000ってすごいよ、うん、はい、という感じの新キャラでございましたが、うん、まあ結構面白い感じですね、そして彩香ちゃんめっちゃ強いですね、めっちゃ強い、今までなかったね、スキルを持った子たちですね、はい、というわけで、今回ね、まあ、レア召喚をね、はい、される方はぜひぜひ、まあ、参考にしていただければと思います、ということで、まあ、この子たちの、ね、ストーリーイベントも来ているので、まあ、よりねそれを遊ぶと、まあ、この子たちのね、私たちもまだやってないんですけども、こう中身を深く知れるというかね、愛着も持てると思うので、はい、ぜひぜひそちらも遊んでみてください、それでは、今日も最後までご視聴ありがとうございました、また見てくださいね、バイバイ。
というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。下の赤いボタンをタップまたクリックでできます。動画の更新通知や YouTube ライブの通知なども届きますのでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。